フォルラッシュ。お、犬じゃん。もうみんな。犬もだからインスタにあげよう。めいちゃん入っといて。インスタやけど。犬も水槽で飼ってますけど。めいちゃんもするって。かわいいな。大変な。なんか。なんか。ラッシュ上がってきた。じゃん。大丈夫。大丈夫や。水虫直井立てやから。お前人んちゃ裸足で来んなよ。目入るぎ。めいちゃん入って。かわいいね。はい。めい、うん、これ。はい。めいもあげとくわ。こっちからだ、はい。うわ。すごいな、これ。やばカメや。合計何見たの？100匹は余裕でいけるよな。これなカメラ、カメシリーズ、このカメシリーズ説明していこうか、うん、名前は？これは、いや、名前はない。これはクサガメと日本イシガメのハーフ雑種。え、2匹とも？2匹とも、運休っていうやつ。運休？運休。へでも最近、いや最近はな、石亀が減ってきてるからこいつが増えてきてんの、ちょっと問題。あ、増えてきてるやつなんや。そっちは。これは南石亀って言って、うん、これは滋賀で取ってんけど、台湾ベトナムが原産の外来の亀。でも中、な京都市では天然記念物に指定されてる。普通に捕めるね。でこの顔がこう笑ってる顔に見えるっていうな。おお、そうそうそう。口がちょっと赤いんや。いや、赤くない、白いね。白石亀って逆に言われる。まあ、八重山石亀の亜種やん、南石亀。ヤンコクやん、亜種。これはちょっと水が来た。亀シリーズはもうええ。あ、亀シリーズすっぽん行こうか。亀行こうや、もう一気に。これはすっぽん。これすっぽん。これ捕まえた。これ捕まえた。どこで？それは場所は非公開。非公開。噛まへんの？噛むけど、やかんやろ、お前、すっぽんやばいやろ。噛む。うわ。これは何すっぽんって？これ普通の日本すっぽん。食べれる？食べれる。でも、これがでかいやつ。え？巨大日本すっぽん。でかっ！これがこうなの？そう。え、触んの？うわぁ！でも、ずっと飼ってるから、噛みに行け。これも捕まえて、おっきした。これは魚屋のお茶にもうた。すごいな。でもこれは噛みに行けへん。なんでの？人間に慣れてるから。でも噛むやろこれ。噛むけど、うん、あのおとなしい。普通の、そうそう、自然のやつやったらめっちゃ噛む。自然のやつやったらもうグワーンってくるから。あ、そうなの。ガーグマジ。いや、もうだいぶグワーいってる。もっとグワーいくのがこっちの中にも。グワーがし、グワーないわ。さっきはでもしんどい、これは。うん、これが骨ち。うわ、怖い。あ、かわいい。それ構えても、これはグワーって言ってるけど、構えてみたいな。そうな。え、これを定めて首長っ。こっちぐらいの大きさまでは行く。俺はそれを目標にしてる。チンコやん。それは捕まえたんですか？これはせやん。で、イモリやろ。 これはもう一緒？もう全部一緒やん。イモリって育てるもんや。イモリ、いや、イモリでも買うやつ多いよ。イモリは全部一緒やけど産地が違うから。産地が違うの。で、ちなみにこれがイモリの赤です。ここにいてる。イモリの赤だ。あー、あれか。一匹。これが、うん、これが大きなところ。え、ここで生まれたの？すごいや。5月ぐらいに、あの、水苔に卵を産みよるから、こうやって、これが。おー。ちっちゃいのがある。ちっちゃい。まあ、イモリはもう一種類なんや。一種類。赤いもんね。これが赤目やな。これなんか食っとったやつやな。うん、赤目。高知県と宮崎県で生息してる赤目。で、これがアミヤカルバ。アミヤカルバはこれは買ったけど、古代魚やな。あの、一族一種。へぇー。他に、捕まえた。これは買った。これは、いてない。いてない日本ではいてない。いたな。これ上も赤の。何がチャームしたと。一緒やけど、こっちは餌がちょっと、固形の餌食べてくれるから。じゃあこっちに昇格したってこと？え、いや、でも人間と一緒で好き嫌いあるから。おお、好き嫌いあるから食わんやつが多いって。キャットフードみたいな感じ。
出た出た出た。どこだ。じゃあ、乙姫の EP 店。あ、なんかインスタ上げた。そう、乙姫 EP 店。それもいいやつ。こっちはそれ上げへん。食わへん。そうなの。こっち食わんから。分けんねえ。これは大きいやから。これでかいな。でかい言うても40ぐらいな。もっとでかなんの。もっとでか。最大、うん、最大やっぱり1メーター30が2016年に釣られてるからな。記録が。これがちょっと水槽汚いけど、琵琶湖オナマス3です。琵琶湖オナマス。琵琶湖オナマス。これ何なの。これ何野生から。これは卵を産卵を産卵してるのを見て卵を取ってこれを育ててくる。育てた。育てた。この辺は今年のやつやな。この辺なんの。これもナマズだ。琵琶湖オナマズ。琵琶湖オナマズ。こっから見たことあるな。琵琶湖オナマズ。これが琵琶湖。ここも琵琶湖や。全部見えにくいな。いやまあええよ別にそんなしっかり見る。これは岩とこ。岩とこナマズ。岩とこナマズ。捕まえる場所が全然違う。琵琶湖。琵琶湖オナマズと岩床ナマズは琵琶湖にしかいてない。琵琶湖にしかおらんねん。この全部もう。そうそうそう。琵琶湖。うん。これは岩床。ここに4。で、これは赤目の稚魚やな。一緒？全部一緒。まあ30匹ぐらい入ってんねんけど。めっちゃおんな端っこに。ただちょっと、これ警戒心が強いから、うん、携帯に。あ、そうね。目怖いし。ほんまに赤目やな。せや、赤目。これがアルビノのナマズ。それなんかアルビノアルビノやっぱ色素を結構してくれる。あ、なんかそれは何たまたま。うん、これはたまたまの突然変異。これはめちゃめちゃ珍しい。それ人工的に作ったとかじゃない。ではたまたま。すごい。これは日本。それは普通の日本ウナギ。これ全部あれもこれも日本ウナギ。これもこれも日本ウナギ。真ん中だけなんかおんの。これは岩床なんですよ。岩床のでかい版。ちょっとあれやっぱ見える。もう見えで。上は見えんな。上がそっちのうなぎ行ける。うなぎは行ける。まあうなぎ。これ餌欲しい。餌欲しがってんの。餌欲しい。あげへんの。あげよう。あげてよう。それは何？エサは。乙姫 EP3。 なんでなんで。乙姫の EP3。 EP 線がでかいんだよ。そう。オレンジは全部もう乙姫で統一してる。そう。エサ欲しいからこう上がってる。うわうわうわ。水槽から出ることはない。ある。あんの。だからこうきっちりとこう押さえやな。ね、乙姫 EP3。 あれはこれ岩床ナマズ。これ全部3つ。あ、全部。いや、じゃあこれは岩床ナマズ。多分琵琶湖ナマズの交雑種。亜種。亜種。あ、交雑種。交雑種。うちが琵琶湖ナマズ。あ、こう段階。そうそうそう。真ん中は合体。合体やと思われる、まあ、思われる。うん、まあ、分かってない。さなかったらない。ただちょっと稚魚の時から違うかったから、もうあれだよ。乙姫 EP3。 EP2 もあるやん。 EP2 もある。 EP2 あって、 EP3 やって、EP6。 え、ちょっと乙姫、これは？これはコメポーター。メダカとかの餌紹介。餌紹介。餌うちはもう乙姫ばっかりで。これが EP2 みたいな。EP2 ちっちゃいだけ。大きさによって。うん、まあ大きさによってじゃん。EP が分かれてる。こんなんで動画撮れる？もうさ、乙姫ちょっと。いっぱい在庫あるやん。そうや、在庫は常に買えたの。乙姫。餌代合計で何？いや、でも安いで。こんなん3つで1000円とかやから。まあだいぶ持ちたいもんな。だいぶ、いや、まあだいぶ持つけど、だから俺は乙姫で安く済ました。